台風5号は今朝岩手県に上陸しました。県内には今日日中に最も接近する見込みで、下越では警報級の大雨となる恐れもあります。台風5号は今日午前8時半ごろ岩手県大船渡市付近に上陸し、現在東北地方を北西に進んでいます。気象台によりますと、県内には今日日中に最も接近する見込みです。台風の進路などによっては、下越で警報級の大雨となる恐れがあり、明日朝までの24時間降水量は、多いところで下越で120ミリ、中越で60ミリなどと予想されています。また、佐渡汽船の直江津と小木を結ぶカーフェリーは、終日欠航が決まっています。気象台は、下越では明日昼前にかけて、土砂災害や河川の増水などに注意警戒を呼びかけています。